ときは笑おう。いいんだよみんな、笑って笑っていいそうです。そうそう、今日もゆるーくねやっていこうと思うんですけれども、よく久しぶりじゃないですか。ね、ご無沙汰だね。ご無沙汰、元気でした？うん、おかげさまでなんとかなんとか。元気でした？うん、元気でーす。やってくれ。そうだね、でもね、リスコの窓でね、うん、初めてこうゆりちゃんを知るっていう方もいらっしゃるかと思うので、改めて軽く自己紹介をお願いします。はい、改めまして小室ゆりと申します。詳しくはインターネットで小室ゆりと検索していただければ一番わかりやすいかなと思うんですが、今はですね、セクシャルアドバイザーという肩書きで、いろんな方にセクシーなお話をさせていただいております。はい、リツコとはですね、はい、なんとゆりちゃん女優でありシンガーでもあり、はい、最近はセクシャルアドバイザーということもやってるんですけど、舞台で、ね、もともとは舞台でね、舞台で、共演をさせていただいて、うん、それからの仲なんですけれども、うん、もうかれこれ何年だろうね。遠くをね見る感じになりますね。なるね。 この間ね見たの。何を？ DVD を。何の？ヒロイン戦隊ジェジェ。これ幻のあの DVD が、うん、あの新宿にのとあるゴールデン街にあるバーに ありまして、はいはいはい、たまたまあのヒョウ柄のバーがあるんですけど、うん、そこにあのなんと私たちが出た DVD が置いてあり、それってさ、確かヒロイン戦隊 JJ ってワンツーってあったじゃん。ワンツーあった。どっち？ワン。貴重なワンがね。だってツーは DVD なってないでしょ？なってないね。うん、あ、でもすっごいなんかね、すっごいパッケージもね、すっごくちゃんとできてて、ちゃんとね、デザインしてもらってね。曲もオリジナルで、うんうん、ヒロイン戦隊ものという、うん、とってもバカバカしい舞台だったんですけれども、でそのね舞台のたまたまいい友達と。うん、そのバーにね飲みに行ったら、うん、DVD あるよって言って、さあ友達が見たい見たいって言って、うん、まるっと2時間それ見てきたよ。え、まるっと2時間見たの？うんうん、見せてくれるの。怖いでしょ、あのケンっていうオーナーさんでしょ。ヒョウ柄のゴールデン街にある某バーに行くと、漏れなく私たちが出たあのヒロイン戦隊 JJ の DVD が見れる。これなんか宣伝してあげてる感じになっちゃうけどね。そうね、そう、絶対見ないでください。非売品だったよね。絶対行かないでください。え、非売品だったよね。非売、売ってた売ってた売ってたっけ。売ってたよ、2の時売ってたもん。あ、そうだっけ。すごいよ小室より。え、ピーンってやってたテレパシーとか、テレパシーが使える。みんなテレパシー使えるじゃん。みんな使える。今使いたいな、テレパシー。すっごいね、5人の戦隊ものね、ピンクと赤と、うん、白と青と黄色があって、うん、まあ、私はピンクだったんですけど。嘘嘘で、ピンクじゃん。違う違う、黄色です。カレー色、イエロー、イエロー、カレー大好き、イエローだったんですね。カレー色だよね。で、リーダーのレッドだったのね。そうそ そうちょっとね、いいとこもらって、そうそう、はい、リーダーレッドでね、うん、やり合うっていうね、うん、話でした。若干喧嘩とかね、若干喧嘩とかあったりとかしてしたりとかしてね、うん、それがあって仲良くなったよね。そうだね、うん、今度行こう、それ見よう、2人で。いい。なんで？面白いよ。いい。かなり面白いよ。いい。小室より。いいってば。目、白目向いてたよ。熱かった。熱々の芝居を漏れなく見れるので、興味ある人はゴールデン街でヒョウ柄のバーを探しに行ってみてください。三丁目です。三丁目？三丁目。三丁目なの。三丁目の真ん中辺あたりでしょ。うん、そうそう、今日はね、はい、久しぶりなので、まあ、いろいろ最近のお互いの、どんな感じでね、やってるのかなということで、まあ、ゆるくいろんな話をしていきたいなと、テーマを決めてやっていきたいなと思うんですけれども、はい、まずは、うん、じゃじゃん、今日のテーマ、最近あった〇〇な話、ズドドドーン。なんかある？最近あった〇〇な話。最近、ええ、なんかさ、こう街とか歩いてて、うんうん、ちょっと気になる看板とかさ、うんうん、なんかこれおかしいんじゃないっていうようなことってあったりしない？最近街歩いてて、うんうん、おかしいなって思うこと、うん、なんかこの看板おかしいとかさ、それこそ珍百景みたいな、うん、あ、珍百景、うん、あ、なんか最近話題になったよね、なんかロシアのさ、うん、あのここ注意みたいな
やつにくまモンが使われてたみたいな、ああいうやつ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 、なんか悪魔の道とか言ってさ、くまモンがパーとか言ってああいう感じ、なんかそう取り集めてて、うんうん、で私のね今ここ自分の携帯持ってきてるんですけど、うんうん、そういうのをこう何こうちまちま検索してプッとかやってんのちょっとねこうまあネタでネタで集めてるんですけど、はいはいはい、これ見てもらっていい？何？女から嫌われそうなアニメキャラみたいな。うん、その下読んで。嫌いな女はヨドバシ。はって思わない。嫌いな女はヨドバシ公式通販で日本全国無料配送スピードを届けて書いてあるよ。ヨドバシで買えんの？嫌いな女を届けてくれるんですよ、あのヨドバシカメラが。本当にこれ？嘘だよ。嘘なの？え、でもすごいさ、ヤフーの検索エンジンで出てるよね。あのね、うん、あ、記事を書いてて、うん、あ、そう、今ね、ライター業もしているので、うん、記事を書いてるね。そうそう、その時に嫌われ、キャラ、女性っていうその3つのキーワードで検索をかけたら、ほんほんほん、あの、一番下にこう宣伝、広告のさ、バナーが出るじゃん、出るね、あそこに嫌いな女はヨドバシっていうこれ誰が何を得するんだろうね。いや、わからない。え、クリックしてみた？漏れなく。いや、なんかほら、クリック先かもしれないじゃん。ああ、ありえるね。ないよ。ないよ。わかんない、なんかわかんないけど、あなたはこのサイトに会員登録していますので、なんか、なんか知らないけど、この間も来たよ、なんかそういうやつなんで来るの？ゴミ箱みたいな。あとね、うん、なんかそういうの集めてて、うん、これもちょっとおかしいんだけど、またそういうマニアックなやつが作る、うん、今ね、これね、なんかレシートの画像なんですけど数量1、アイスコーヒー HK、うん、かっこ HK アイスコーヒーって書いてあるよ、うん、私これね、うん、あの喫茶店でケーキセットを頼んだの、うんうん、でアイスコーヒーとホットケーキを頼んだの、ね、これ何自分の本当のレシート、そう、レシートの画像、お会計レシートなんだけど、うんうん、ここに書いてあるのはアイスコーヒーと HK って書いてあるの、アルファベットでね、うん、HK って書いてある。アイスコーヒーはアイスコーヒーじゃん、うんうんうん、HK って何？私が頼んだのはホットケーキ、HK、ホットケーキ。K ちゃうやん。ケーキ。ケーキは C でしょ？ C-A-K-E。でしょ？ケーキ。でも、あ、HK なのよ。HK、おかしくね？おかしいね。っていうような画像を集めてます。あ、っていうような画像を小室ゆり集めてます。なんかね、こういうの面白くてね。うん、面白いなと思ったものをね、ちょい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 集めてる。でも突っ込みたいけど、うん、誰も突っ込めず今言ってくれたんだね、きっと。そうそう、まだ ね、 たかった ね、 お店ね、まだどこにも出してない。漏れなく。私はね、昨日ほやほやなんですけども、うん、あの先月ゲストに出ていただいた伊藤光さんとあの三好美智子さんの朗読を見に行ってきたんですけども、うん、日本橋、うん、すごいね今。あの日本橋にあるお江戸日本橋亭という、うん、だから落語、普段はね落語をやってる小屋があったけど、うん、そこであの朗読を見させていただいてきたんですけど、うん、朗読ってさ、なんかお芝居と違って読むんですよね、こう読むの、うん、読むんだけど、うん、すごい人が読むとすごいね、うん、すごかった。空気感変わるよね、なんかね、うん、あ、朗読ってこういうのなんだと思った。りっちゃん、朗読劇は見たことはあるけど、うん、出たことはなくて、うんうんうん、役者ってやっぱ動くでしょ、動いて喋ってじゃ、だから読んで、うん、それを伝えるってすごいことだなと思ったの。そうだね、言葉だけだもんね、うん、伝えられるものは、うん、そう。そしてもっとびっくりしたのが日本橋、街がすごい変わってた。あ、そうそう、コレド日本橋とかあって、あ、地下道がバーッとできてて、コレドってさ、ワンツーあるんだよね、確か3まであったよ。え、あ、おそらく情報が古い。なんかすごい変わってた。うん、日本橋に行ったら私は砂屋、お蕎麦屋さんの、っていうところによく行くかな。有名、うん、美味しい。そうだね、あれ砂場、砂場、砂場、うん、っていうところによく行きます。行くんだね。あと帝コーヒーとか、あ、聞いたことある、うん、へー、ソフトクリームが美味しくて、へー、うん、最近あった〇〇な話、こんな感じでこんな感じでいいんですかね。いいと思いますけど。そうです。じゃあ次行きましょう。じゃじゃーん。最近ハマっている〇〇。はい。ということで。うん。
あれ、ゆりちゃんが最近ハマってるもの、なんかあります？ハマってるもの、なんか何かハマってますか？やっぱほら、美容と健康にうるさいこう、あ、小室ゆり最近ハマってる。前はね、あの、なんだっけ、はい、あの、ん、そう、化粧水の後にニベアをつけるだけでいいっていう、あ、そう、それをあの超モデルの可愛いレインちゃんに言ったら、うん、それなーいって言われる、うん、え、そう、なんか小室ゆりが言ったんだもんっていう話があったんだけど、人のせいにすんなそれもあのニベアってなんか、うん、そのあれでしょ、すっごい美容成分が超入ってるんでしょ、あのドゥラメールっていうフランスの超高級クリームと入ってる素材が3つぐらいしか違わないの。へー、うん、その3つの素材を別で足してあげたら、うん、もうほとんど同じデュラメールになるみたいな、うん、OL さんに大人気。 OL さん、うん、OL さんにね、 OL さんに、女性会社員たちに大人気。え、でもやっぱ足した方がいいの、そのなんか別の成分。いや、足さなくてもいいと思う。小室よりはそれをなんか成分を別に買ってやってクリーム作ったっていうのを聞いたんですけど作った作った、そういうプチプラコスメ、うん、っていうのは結構好きで。最近ないの、なんかその耳よりプチプラコスメ。最近いろいろ飽くなきチャレンジをあのやらかす。でもね、それでね、この美を保っているので、ぜひまた聞きたいなと思って。新しい、でもこれはあくまで個人の感想なので、はい、個人の責任感のもとにやっていただきたい。デンジャラスデンジャラス、何何何にハマってんの？髪の毛をサラサラにするスプレー、うん、ほうほうほう。え、作るの？自然に作るやつ？作れちゃうっていうか、もうそのもの自体がこうボトルで売ってて、うん、それをスプレーコンクに入れればいいだけ。へえ、うん、なんだと思う？髪の毛をサラサラにする、うん、卵白がなんかいいって聞いたことある。だから卵白を、あ、卵の白身、そうそう、あれをこう、うん、パック、卵白パックすると、うんうん、要は洗い、あ、流すトリートメントみたいな、うんうんうん、で、なんかいいって聞いたことあるよ。それをこうスプレーコンクの中に何個分ぐらいだろうね。うんうん、もうなんていうのかな、もうボウルに卵白入れて、うんうん、こうパックしてしばらく置く。で、洗い流さなくていいんだ。流す流す流す、洗い流すトリートメント。私はね、そのシュッシュッシュで終わり。洗い流さないトリートメント、流さない、うん、何これが、はい、コンタクトの保存液、うん、え、意外でしょ、え、意外でしょ、え、うん、あれが髪にいいの？あのね、サラツヤになるよ。またぶっこんできたね。嘘だと思って。本当に、まあ、騙されたと思って。やってみようかな。やってみて、うんうん、絶対なるから。すっごいまっすぐだよね、伸びたよね、うん、伸びた。前短かった、こんぐらいだったもん。そうだね、やっぱコンタクトの洗浄液をつけて、をさ、こうスプレーになるやつあるじゃん。うんうん、こうプシュプシュ、ヘッドだけ打ってるでしょ。それをつけて、はい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 、何も入れなくていいの？そのまんまでいいの？入れなくていい。超プチプラじゃない？超プチプラでしょ。え、でも700円ぐらいするじゃん。え、そんなしない。200円ぐらいだよ。え、200円ぐらいだよ。うん、200円とかである？あの、安いドラッグストアで買っていただけたら、うん、安く収まるぞと、安価で収まると。あ、そう、うん、じゃあちょっとお試しください。200円ですか、うん、やってみようかな。やってみてください。なんかコンタクトね、こう洗ってそれ余ったこう手についたやつをこうやってやるといいかもしれないってことだ、うん、さすがプチプラ。プチプラ大好きです。プチプラ大好き、はい、最近ハマってることといえばですね、私あの、うん、お笑いの人にハマってて、うん、お笑いの人、お笑いの、うん、あれ知らない？ダメよー、ダメダメ、あー、知ってる？分かった、ダメよー、女性2人のコンビ、そうもうあれが超ハマってて、YouTube とかで見ちゃうんですけど、うん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 、いいじゃないの、知ってる？知ってるよね、みんなね、ダメよー、ダメダメよ、あれ面白いよね、あの人たちがちょっとハマってます。私、久々にこの間、うん、あの藤崎マーケットのお二人を見かけて、うんうんうん、改めて見ると、うん、面白いね、うん、やっ
ぱりね、YouTube とかでなんかお笑いとかをこう、うん、夜な夜なこう見てる時点でなんか寂しいよね。超笑っちゃうんだけど、そういうの楽しいです。寂しくない人生送ろうよ。そうだよね。うん。攻めていこう。とね、この間ちょっと食べてて面白かったのものがあって、うん、やっぱりこれも、うん、そのライターのお仕事で書いてたんだけど、うん、お取り寄せギフト、あ、お取り寄せフードをしたんですよ。お取り寄せ、うん、はいはい、ただお取り寄せフードでじゃあこれ美味しいですわーってんじゃ面白くないから、うん、ちょっとね個性的なものを取り寄せてみたの。はいはいはい。まず、あ、本当に実際に取り寄せた、うん、そうそう、うん、まず、餃子まんじゅう。餃子まんじゅう、うんうんうん、よくなんかインターとか売ってるよね、餃子まんじゅう、餃子まん、餃子まん、うんうん、でもこのまんの中って、うん、あんこなの。え、うん、え、餃子の形をしたまんじゅう。あ、餃子ドッグだ、私。違う違う、間違えた。そうね、インターにあるやつは餃子ドッグ、うん、なんかこうね、餃子っぽい形をしたやつ。そうそうそう。えと、うん、あとたこ焼きシュークリーム。たこ焼き、うん、あ、うん、つまりね、本物そっくりのスイーツ。あー、なんかじゃあ上にソースとか青のりがかかってるきっと、手の一見でっかいたこ焼きに見えるけど、ね、食べたらシュークリーム。シュークリーム。ああ、それはありそう、ありそう。食べたら、うん、あんこ。え、ああ、餃子まんじゅうはね。あ、うん、え、なんで餃子まんじゅうはさ、あんこなの？え、本物そっくりに作ったから。でもスイーツだから。え、まあ、そうか。あ、見た目が、それも見た目が餃子なんだ。そう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 。一見。うん。だけどまんじゅうだから、あんこが入ってんだ。それをね、こうレビューで書いて、うんはんはんはん、あとね、ドリアンアイスとね、ドリアンって食べたことない、私もない、初ドリアンだったアイスが。あ、美味しい、うん、ね、あの、噂通り臭い。いやー、なんていうの、あの、なんて言ったらいいのかな、段ボールが、うん、雨の日に濡れて、うんうん、こう、ぐじゅぐじゅってなった端っこの方の匂いみたいな、そんな感じ。どんな匂いだよ、どんな匂いだ。なんとも言い難い。ああ、そう。でも、うん、口の中に入れると、うん、すっごいね、上品な味なんだよ。あ、へえ、うん。アイスなんだ。アイスでチャレンジいいね、まずは。トロピカルフルーツだからね、一応。なんかね、取れたてのドリアンは臭くないらしい。うんうん、そうなんだ。ほんと木から落ちたばっかりのドリアンって臭くないんだって。へえ。うん。じゃあ、売れるごとに、臭くなる。そう、あれって輸入してくるでしょ、うん、その間に、うん、あ、じゃあ3日だかなんかも、うん、経つともう、あちゃちゃちゃもうね、1日時間が経つと臭くなるみたい。へー。だから食べた時は、うん、そのまんま全然臭くないんだけど、うん、そのままだと例えばホテル帰っても夜口の中がもう自分が臭くて臭くてしょうがないんだって。胃袋に入ってるから、ね、残る残る、ドリアンの匂いって残る。へー、うん、段ボールの雨に濡れた端っこの方のぐちゅぐちゅぐちゅってなったところの匂い。匂いみたいな。なるほど。ちょっと今度嗅いでみようと思います。そんなのをこうレビューしてまして、今日帰ったら、はい、うん、唐辛子うどんを食べます。何それさ、なんかおかしいことばっかやってるの？唐辛子うどん？唐辛子うどん。唐辛子ってなんだっけ？辛いやつ。赤いこう、辛いやつ。ああ、赤いやつ？うん。はい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 。鷹の爪ってやつだね。あ、じゃあ、うどんが赤いの？赤かった。へー、うん、辛そうだね。ギガ辛とテラ辛と2つ頼んでみて、うん、ギガ、テラ、ギガテラ、メガ、うん、どっちがさ美味しいだろう。どっちにしたの？え、両方。あ、両方食べるの？あ、食べ比べすんの？そうそうそう。あ、辛いの好き？あんまり好きじゃない。え、じゃあその感想また聞かせてください。それはあの記事の方で揚げるので。あ、そっか、うん、そっか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 、そうなのよ。記事といえばまあね、いろいろこうコラムとかやってるということなんですけども、うん、はい、なんか最近はその、ね、バンドだったり歌とかもやってたんですけど、うん、そのセクシャルアドバイザーっていう肩書きを引っ提げ活動しているということなんですが、はい、ね、いつからセクシャルアドバイザーとかなんか素敵な感じになっちゃったの？え、もともとでしょ？もともとそのそういうセクシャルアドバイスはしてたけど、うんうん、でもセクシャルアドバイザーっていうなんか、うん、いう風にこう、うん、売り出して今言ってる感じじゃないですか、うん、やっぱりこうね、分かりやすい肩書きっていうのは必要だなと思って、うん、ここ最近そういうところの、うん、
なんかウーマンエキサイトで、そうですそうです、うん、連載を始めたと。あの夜の10時から朝の7時までしか読めないサイトがね、うん、見ました見ました見ました、中にあって、その中であのかの有名なアダム徳永さんとかも書いていらっしゃるコーナーに一緒に書かせていただいてます。そこではどういうことをやっていきたいみたいなあるんですか、どういうテーマにやっていく、ま、私のもともとの仕事のこともあるので、うん、その女性の性、うん、特に若い子に向けて、うん、こういうものなんじゃないかなっていうのをお話しさせてもらおうかなと思ってます。なるほどなるほど、うん、そんなこんなで、今日のねゲストに教えてほしいのコーナーなんですけれども、はい、毎回ですねこのゲストにリツコがね、そのゲストさんの、うん、まあ、それぞれの得意分野を教えてもらおうというコーナーをやっておりまして、うん、今回はそんなセクシャルアドバイザーの、小室ゆりさんに、肉食女子講座ということで教えてほしいなと思うんですけれども、はい、やっぱりさ、なんか私みたいな、うん、消極的な女子、私みたいなそうでもほら受け身でこうね、恋愛に対してこう積極的になっていけない、うん、ほら、うん、今世の中って草食男子増えてるじゃないですか。そうね、草食男子なんか受け身、男性が受け身でしょ、うん、ってことはこう待ってるだけじゃ女の子もダメじゃん、うん、うんうんうん、ってことはさ、今こそ女子が肉食になっていかなければならない。なるほど、この昨今、うん、この、うん、肉食女子になるべくね、こんなね、こう草食な私が草食な私がえ、やっぱりこうね、こう一番さ、うん、こう聞きたいのは、まあね、カメラの前のこう私のようなか弱い私のようなそうそう、自分からいけないさ、うん、女の子っているじゃん、好きな人がいるんだなと、うんうんうん、好きな素敵だなって思った人に、うん、やっぱりこう好きってやっぱ思ってもらいたい、うん、そうやってね、恋愛の中で誰でもあると思うんですけど、うん、やっぱ女の子が攻めていかなければいけないこの昨今この昨今ね、うん、この肉食女子講座っていうのをね、ゆりちゃんにしていただきたいなと思うわけなんですけども。なるほど。そもそもさ、うん、女の子の女性のね、女性のこうよく色気とか、うん、色気がある女性とか、うん、だからよくフェロモンとか出てるとかってよく言うじゃないですか、うん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 、そもそもさ、女性のさ色気ってさ、うん、何なんだろうね、女の色気、そう、色気ってどうやったら出るの、うん、そこから教えてもらおうかなと思って色気って欲しいみたいな色気が欲しい、うん、あ、よくほら、あ、色気ある女性ってあるじゃないですか、うん、魅力的じゃん、そういう女性ってやっぱ男性からもモテる、うん、モテる、うん、教えて、うん、ところでさ、例えばじゃあ男性、あ、待って待って、小室が思う色気って何だと思います、はいはい、私が思う色気、そう、やっぱりさ、こう自分をこうセクシーに、うん、キュートに見せる技をこう持つセクシャルアドバイザー、こう美を追求している小室の思う、そういうのって、うん、なんか半ば持って生まれた才能みたいなのがあるみたいな才能思っちゃったりしてる。努力で、なんか努力でつけた色気はこびなんじゃないかと。でもほら、努力、もちろん努力は必要だよ、必要でしょ、女性が美しくあるために。そうよそうよ、うん、ただその出し方を間違えると、うん、簡単にこびに転化する。なるほど、気をつけなきゃいけないじゃないかなって思ってる。なるほどね。私なんかはその元々の仕事がね、ああいうものだったから、うん、嫌でも、うん、自分のセクシャリズムっていうものを追求しなきゃいけないところにいたので、うんうん、ただ自然とそういうのは身についた、持って生まれた、若干ね、まあ子供の頃から若干持ててはいたので、わほう、ちょっとこう分けていただこうか煙とか出てる、あやかりたい。例えばさ、はい、男性が、うん、これを見たら、うん、ムラッとしてしまいそうなポーズとかってのはどうなの？いいね、いいですね、うん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 、そういうセクシーポーズ、うん、え、これを見たら男性を、まあ、虜にしてしまうポーズ、うんうん、いいですよ、教えてもらいたい。
じゃあ一つ。はい。こう椅子に座ってるでしょ。はい。その時に、うーんって伸びをしてください。はい。このポーズ意外と男性来る人多いです。来ますか？うん。っていうのは、はい、普段こうやって自然体でいると、うん、胸のラインってもちろん見えはするけど、うんうん、そんなに強調されないでしょ、はいはいはい、でもこうすることによってちょっと私今日こういう衣装なので分かりづらいんですが特に横を向いてもらうと、はい、こうなってるものが上を向くことでグッて強調されるんですよ、うん、そう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 、ね、強調されるでしょ、うんうん、あなるほどね。ともう一つ脇の下ってそのフェロモンが出てるってよく言われる、はい、へ脇の下からフェロモンが出てるんですか、うん、まあ加齢臭とかも出るんだけどね脇の下ってああいろいろ出しちゃいけないものも出てるまあね、うん、時々ね剃らなきゃいけないものとかも若干あるかもしれないけれどもなるかもしれないけれども、はい、脇の下っていうのは男性の視線を集める。ああ男性誌とかにこう、はい、こういうあ脇の下ある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 ね、あるね、うん、それが理由なんだよ。実は本能的に男性がムムッとしちゃう、うん、しちゃうしちゃうんだ。そういう子、そうそう、だからああいうポーズがあるんだ。そうそうそう、グラビアなんか見てるとあるあるある、こう寝そべって腕をこう捨てるのとかあるね、と思うんだ。なんかこうそ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 う、ね、そういうポーズっていうのは、うん、男性がこうムラッとしてしまう、うん、脇みたいなこの先の季節、はい、電車捕まって、はい、釣り革とか気をつけないと男の人の視線って意外と来てることが多い。ああ、うん、気をつけないと、気をつけないとフェロモン出しまくっちゃってるんだよ電車乗りながら。そうそうそう、気をつけないと ね、 ね、こういうところもきちっとケアをして女性の魅力を高めてもらいたい。じゃあちょっと気になる男性が、うん、こういて近くにいたらこう、うんみたいな、でもいきなりうんみたいな、うんみたいなアピール、ね、引くわは注意しましょうということですね。そうそう、なんかそういうのがちょっとなんかドキッとする、男性がドキッとする仕草。他にも何かありますか？他に？うん。他にはそうだな。まずは伸びをするとか、そういうちょっとこう隙を見せるというかね、脇をちょっとちらっと。ああ。隙っていう話が出たので、のはい、隙の話もちょっと。はい。よくその恋愛でじゃあどうやったら男の人にこう好いてもらえるか。うんっていう時に、はい、隙を作れっていう話聞いたことない？隙を作る、うん、男の人が入ってきやすい隙。隙？うん、あ、私隙がない女ってよく言われる隙がないから、うん、うん、だから近寄ってこれないのかもしれない男性が。だから隙を作れって、うん、じゃないと恋愛が始まらない。なるほど。ってよく恋愛のそういうね指南とかするとあるんだけど、うん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 、はい、その隙にもいろいろあって、うん、作り方にも、はい、そのやっぱ隙も持って生まれた才能みたいなところがあって、うん、あよくね天然の女の子とか、うん、隙の作り方がわからないっていう女性って意外と多いんだよ。わ、うん、からない、うん、でしょ、わかんないでしょ、うん、わかんない。それを無理にこう男の人が入りやすいように隙を作るから、はい、こう緩いとか、はい、こびてるんじゃないかとか、うんうん、思われちゃうのね、うん、だけどそうじゃなくてもしその隙を作るんであれば、うん、男の人が入り込むんじゃなくて出たものをつかめる隙の方がいいんじゃないって。見た目とかでこうあの子ちょっといけそうかもみたいな、そういうんじゃなくて、ね、なくて例えばこう会った時に、うん、今日お天気ですねとかどこから来たんですかとか、うん、男の人が次につながる会話ができるような隙を作ってあげる。隙っていうのは要は会話のキャッチボールだよね。あ、会話のキャッチボールってこと、うん、をこっちからする。そうそうそう、うん、何でもいいの、そのなんか内容っていうのは何でもいいの、うん、何でもいいよ。男の人が次の会話につなげやすい。あ、クエスチョンの質問みたいなでもいいし、うん、今日お天気ですね、そうですね、うんうんうん、で次をまたちゃんと返してあげる、うん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 、キャッチボールだ。そうそう、会話の例えばその男の人の好きなこととか、うん、食べ物でもいいし、うん、まあ、仕事の話だとちょっとね、うんうんうん、あれだから男の人がまあ話しやすい
野球、サッカー、昨日なんか女子サッカーあったじゃん、うんうんうん、そんな話を振ってあげると、うん、つかみやすいんじゃないかなって。それがその女の子の作ってあげるつかみやすい好きにつながると思う。それって好きなの？好きなの？好きになる？まあ、考えようなんだけどね、まあ、その会話のキャッチボールというか、うんうん、上手な、でも入っていきたいと思うでしょ、そういう上手いキャッチボールができたら、うん、自然な返し、うん、うんうんうん、こう話してて楽しかったら、あ、この子ともっと話したいなって思うかな、思わせるんだよ、思わせるのか、うん、そういうね、うん、さりげない会話のキャッチボールから、うん、もっと話したいなって、うん、この子と話したいなって思わせるみたいな、そう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 、なるほど、そういうのもいいんじゃないかと。なるほどですね、うん、なんかそのさりげなさ欲しい今すっごいさりげなくないよ、なんかやっぱね、うん、私こう自分がすごい素敵だなとか、はい、好きだなって思うと、うん、逆に緊張して、うん、なんかね、こういう風になんかサバサバして、なんか逆になんかすごい、うん、人見知りもしないように思われるんだけど、意外と人見知りで、好き酒ね、好き酒って知ってる？好き酒、あの好きって好き嫌いの好きに酒が好き、避ける、逃げちゃう、あ、そう、そう、そう、好きだからこそ避けちゃう、そう、好きだからこそあのきついこと言っちゃうとか、あ、そう、うん、まさになんか逆になんかこう、うん、いけない、なんか逆に緊張しちゃうの、なんかそういう人を見ると緊張して、うん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 、なんかみたいなあ、天気いい、いいですねみたいななっちゃうかもしれない。でもそこで頑張ってこう、うん、次の会話、次の会話になるような自然なキャッチボール、うん、できるような女になれたらいいってことかな、まあ、そしてそれができたら、うん、これですよ、伸びをする、うん、ここでガッチリみたいなってことですかな、まあ、道のりはちょっと長いね、長いな、長いね、春が来ないぞ、夏が来ちゃうみたいになっちゃうよ、先に行っちゃうね、ちゃうよ、行っちゃうよ。そう、春だからさ、春、もう夏、もう夏だ、もう夏、うん、夏に向けてやっぱ恋していかなきゃいけないので、うん、じゃあこう一回り季節が回って、うん、春口ぐらいにもう一回呼んでくれる、うん、春前ぐらいに、春前、うん、そしたら春に向けてのコーチングをする、あ、春に向けてのなんでもう次の話になってない、今、今、now、 now、 今欲しい、今欲しい情報じゃん、今恋したい今これから、これから恋したい人のためのなんかこうワンポイントレッスンが欲しい今今そう、いつもいつもいつも恋してたい。でもそうやって笑ってればいいんじゃないの。あ、なんか、うん、ニコニコしてるのが一番いいよ。なんだよ、何何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 何お待ちしてます何を待ってるんですか新しい恋やってこい、え、こちらのアドレスまで新しい恋お待ちしてますって出てませんだけどほら、リーちゃんも言ってたように、うん、こう女性はいつでも恋をしてたら、うん、方が綺麗でいられるって、うん、言ったじゃないですか、うん、そうだと思うんですよね、なんか 恋、うんうんうん、恋する心が女の子を綺麗に、うん、なんか出てくるんでしょ、なんか出てくる出てくる何かが、うん、あとこういうピンク色とかも女の人にはやっぱり魅力的になる色で、うん、言うよね、うん、ピンク呼吸とかも言うよ。ピンク呼吸、うん、ピンクの色をイメージしながら深呼吸すると、うん、どん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 女の子は綺麗になるって。あ、そっか、うん、ピンクにしてよかったみたいな。でもなんかピンクを着ると 女子力、なんか恋愛運がアップするみたいな。上がる上がる、うん、で私の友達も、もういつもピンク着てる子がいて、うん、いるじゃん、うんうん、ピンク着て、うん、いつも恋の話してんだよね、ピンクの着てる子って。あー、なるほどね、うん、やっぱ、うんうん、ね、こう恋力アップするんだなと思って、うん、女性らしくなるよね、うんうん、今日は青ですね。あ、そうですね、この水色とかもいいんだよ。水色はどういう、水色は男性に受け入れられやすい色っていうのと、うん、初恋をイメージさせる、へー、ピュアな雰囲気に見せられる、ピュアな、うん、すがすがしい爽やかなね、そうそう、初夏のような ね、うん、色だね、そうそう、じゃあ恋、女子力アップしたい人はぜひピンク、そして
初恋をイメージして男性に、うん、あ、でも初対面とかで会う人は水色とかがいいのかな。あー、水色ピンクはおすすめ。なるほど、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと今日のワンポイント講座は伸びをする。はい、好きな人が目の前に現れたら伸びをするちょっとこれ実践してみたいと思います。実践してみてください疲れてるって言われる眠いのって眠いのって言われちゃうかもしれない。さあ、そんな小室ゆりちゃんの、まあ、まずは先ほど言ったセクシャルアドバイザーということで、はい、今ウーマンエキサイトで、コラムを、はい、月に毎週土曜日更新です。毎週土曜日更新で、はい、ウーマンエキサイト、うん、詳しくはね、全部ゆりちゃんのホームページからでも見ていただければと思うんですが、そうですね、私のホームページに飛んできていただければ大体の情報は載ってるので、なんか結構さ、ディープな女性にまつわる、うん、女性が知りたいあれこれ、うん、ね、ご相談ネタとか結構ね書いてます。面白いねこれね、はい、でも夜中12時以降じゃないと見れないですよね。10時以降、10時以降、うん、で朝の6時59分59分まで、までしか見れない。なんかその限定感がいいね、うん、ということでセクシャルアドバイザーとして活動している小室さん、はい、この他のなんか告知イベントありますか。6月に芝居やります、はい、お、はい、いつ6月の6月の14、15土日で、はい、場所は高円寺、お、高円寺、うん、の笑屋というカフェなんだけど、あ、カフェでやるんだ、うん、そこを、うんうんうん、あのテーブルとか椅子とか全部出して、はい、客席にして、うんうん、90分のオムニバスをやります。浜清さん、浜清さん見に行ったよね。行った行った。私も、うん、まゆりと一緒にね浜清さんを見に行ったんですけど、結構、うん、喜劇じゃない、結構笑い、ね、めちゃめちゃなんか笑った舞台だった印象がすごいあるんだけども、うん、で今回は作演出が、うん、なんと、はい、つくもはじめさん、おお、お笑いの、そうそう、お笑いスター誕生でデビューされた芸人さん、うんうんうん、で今役者さんもされてらっしゃる、そうそうそう、楽しみですね。でもう一つ、はい、共演が、はい、大塚明夫さん、大塚明夫さん、はい、あ、そう、すごい日本を代表する声優さんでもないのか、声優さんです。なんか、はい、あの見ました、あのなんだっけ、誰の声やってるんだっけ、うんと有名どころだと、ジャックっていう、あ、スネークだ、スネーク、うん、っていうゲームの中に出てくる登場人物の声を当ててらっしゃる方ですね、うん、すごい渋い声の、すごい ね、 ね、聞いたら一発でわかる、ねえねえねえ、なんかゆりちゃんになんか喜劇っていうイメージがあんまないんですけど、なー、あの全部喜劇っていうよりも、うん、じわじわじわっとくるようなタイプの、うん、いいなー、大人の笑いを楽しめる、いいな、いいな、すごい浜京さんもね、すごい面白い、うん、ね、役者さんだから、うん、ちょっと見に行きますよ。楽しみにしててもらいたいと思います。ねえ、ちょうどなんかあれですけど、はい、あとは何かありますか。あとは、あ、写真集、あ、そうですね、写真集出しました出しましたね、これまた、はい、やってくれましたね、これ、はい、14年ぶりに出しました14年ぶり、うん、しかもさ、これさ、あの頃に戻りたいとか言って、うん、どういうこと、しかも昔のやつじゃない、なんかこれ、あ、14年ぶりの作品で、うん、中に収録されてる 写真は、うん、10年前の写真、10年前、おかしくない、10年今じゃない、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 ナウじゃない、でもあの頃に戻りたい、そうです。それどういうあの頃に戻りたいの、え、10年前に戻りたいってこと、その辺は出版社に聞いてくださいいろ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 、はい、ちょっと、あ、で今まで出せずにいた、うんうん、こう撮りためた、そうだね、写真を、うん、こう編集し直して読み出したということです、うん、なかなかセクシーな写真集、うんうん、まあ、あの頃を知ってるファンの方にはとっても、はい、でもね、なんかこう引退とか、まあ、封印をしていた中で、うん、今出された何か新居みたいなのあるんですか、うん、封印してたわけでもなくて、うん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 、自然とその お仕事の流れが、うんうん、あの違う方向に向いてたっていうだけなので、うん、あ、そっか、その頃に今出すってならなかったのが、そう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 、今になってやっとまあ出しましょうっていうことになり、うん、逆に今我々みたいな、うん、そのちょっと熟しかけてるみたいな、うん、そういう年齢の人って男性ニーズ高いよ、あー、うん、なるほどね、そっかそっか、その頃のなんかエピソードみたいなのあります、うん、
だからのエピソード。そうそうそう、その時にこの作品を撮った時のなんかエピソードみたいな、うん、どこで撮ってるの、うん、これ。ま、都内のスタジオで撮ったんだけど、喪服だったんだよね。おそうそう、その設定があって未亡人っていう設定だったので、あの、私まだ結婚もしてないのに未亡人かって思いながら撮影をしてた記憶があるけど、まあまあ写真自体はとってもセクシーなものに仕上がっているので、なるほどなるほど、今も変わらずあ、スタイル的にはほとんど変わらないかな、変わらず綺麗でアグレッシブなゆいちゃんありがとうございます。舞台も控えていて楽しみなんですが、うん、また舞台もやって、久しぶりの舞台だよね。そうで1年ないぐらいか。あ、そうだっけ、うん、そうだっけ。その間はライブやったりとか、ね、歌とかやってたり、うん、歌は最近はやってない。今年は CD1 枚出したいなと思って、目標で、うん、今年動いてます。あ、うん、私ももう1曲出したい。何こそこそ何私も、うん、ほらほら、いかんせんほらテーマソングはさっき小室ゆりプロデュースで作ってるからさ、うんうんうん、プロデューサーにほら2曲目おねだりされてるの、うん、そう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 最近なんかあの作曲もしようとしている、あ、まあ、勉強中です、という噂を聞きましたので、はい、ぜひぜひその辺を、ね、自分の曲はね、やっぱ自分の意思をこう込めていきたいなと、うん、ありがとうございます。今日は、うん、いろんなね、ちょっとセクシャルワンポイントアドバイスをいただきまして、セクシャルアドバイザー小室ゆり、女優小室ゆり、ライター、そしてシンガーとしても、ますます活躍中の小室ゆりさんに来ていただきましたけれども、はい、ね、時間がでもあっという間だったね。ね、あっという間だね。やっぱあっという間だね。もう3時間、4時間、もう1日あっても、ね、喋りきらないんですけど、気がついたら電話で2時間ぐらい喋ってるもんね。全然喋るよね、いつもね。ね、そうね、ちょっと今日もね、この後行こうかなと、DVD 見に行く。ということで、あっという間に時間が来てしまいましたが、はい、ぜひぜひまたね、リツコの窓に遊びに来てください。じゃあ来春で。来春までお楽しみに。はい。それでは毎回恒例のリツコの窓で締めたいと思います。はーい。よろしくお願いします。はい。今日のゲスト、小室ゆりさんでした。ありがとうございました。いつかの窓、またねー。